現地7月20日、ロサンゼルス・ドジャースは本拠地でボストン・レッドソックスと対戦し、延長戦の末に7対6でサヨナラ勝ちを収めた。1番、指名打者で先発出場した大谷翔平は1点を追う6回に左中間への二塁打を放ち、5試合連続安打。これがメジャー通算800安打とした。2つの敬遠を含む4打数1安打で打率はリーグ2位の315。 1.030は同トップをキープしている。動画、反撃の口火を切る大谷翔平の二塁打。初回の大谷は相手先発ブライアン・ベロの似たまめを積極的に振りに行ったが1ロ。3回1死走者なしの第2打席は三者比に倒れた。ドジャースは2回裏にギャビン・ラックスが宇宙艦スタンドに4号ソロを運び先制点をもたらすが、 5回表に3連打で1対2とレッドソックスに逆転されてしまう。1点ビハインドのドジャースは6回裏、先頭の大谷がカウント2月1日からベロのスライダーを逆方向に打ち返す。打球速度112.7マイル、約181年4月キロ、をマークした鋭い当たりは左中間を突き破り、悠々と二塁ベース上に到達した大谷は自ら手をたたいてうなずいた。 続くウィル・スミスは空振り三振に倒れたが、テオスカー・ヘルナンデスが右前打で大谷が二塁から一気に生還。積極的な高走塁で同点のホームを踏んだ。しかし直後の7回表、ドジャースは4番手のアンソニー・バンダが1死から死球を与えると、3番のタイラー・オニールに初球を狙われ17号ツーラン。痛恨の左超えホームランを献上し、 レッッドドソックスが再び1点をリードする。大谷は勝ち越された後の7回裏、2試1塁の場面で4度目の打席が回ってきたが、2番手サワンキャムブーザーの95.6マイル、約153年8月キロ、の速球に押され、平凡な3飛びに終わった。